ようこそ埼玉市議会へ。ナビゲーターの羽田沙織です。今回も市議会の情報をしっかりとお伝えしていきたいと思います。今回は9月定例会リポート、決算特別委員会の審査状況、決算特別委員会文教委員会の政府委員長のインタビューをお送りします。まずは9月定例会リポートをご覧ください。9月2日、会期45日間にわたる9月定例会が開会しました。この定例会には新型コロナウイルス感染症への対応や子育て支援の充実などを目的とした一般会計補正予算議案が市長から提出されました。また議員提出議案として国に地方財源の確保を求める意見書案が、さらに委員会提出議案としてまちづくり委員会からトロ駅のエスカレーターなどの整備を求める決議案が提出されました。9月7日からは代表質問、一般質問が行われ、15人の議員が市政全般にわたる質問を行いました。またこの定例会では市政運営の基本的かつ総合的な指針である次期総合振興計画基本計画の策定について市長から議案が提出され、新たに設置された特別委員会で審査されました。5つの分科会での詳細な審査の後、委員会で総括質疑を行いましたが、議論をさらに深めるため閉会中も継続して審査を行うこととなりました。9月定例会の審議結果です。採決の結果、23件が原案可決、1件が承認、4件が同意、3件が認定、1件が認定及び原案可決、また1件が継続審査となりました。なお、議案の内容や審議結果の詳細については埼玉市議会のホームページをご覧ください。さて、現在埼玉市議会では感染症対策としてマスクの着用や消毒液の使用はもちろん、会議出席者の検温や座席の間隔の確保など感染防止に努めています。また傍聴席についても同様に間隔を空けて傍聴いただいています。今回ご自宅からでも本会議の様子をご覧いただけるインターネット議会中継をご紹介します。ご用意いただくのはこちら、スマートフォンだけ。あとは埼玉市議会のホームページにアクセスいただければ、本会議の生中継、録画配信をご覧になれます。この番組でも先ほど定例会のダイジェストをご紹介しましたが、具体的な議論の内容について詳しく知りたいという方はぜひご視聴ください。また9月定例会では昨年度の市の決算について特別委員会を開き集中的に審査しました。こちらの委員会についてもインターネットで配信していますので、ぜひチェックしてみてください。今回はその決算審査の様子をダイジェストでご紹介します。はい、ただいまから決算特別委員会を開きます。9月定例会に行われた決算特別委員会では、令和元年度の決算関連議案4件について審査が行われました。令和元年度の一般会計決算額は歳入5515億円、歳出5455億円となり、過去最大の決算規模となりました。審査は区の決算に始まり、地域経済や教育、福祉、まちづくりなど分野ごとに行われ、各委員からは事業の実績や課題などについて様々な観点から質疑が行われました。最終日には市長出席のもと総括的な質疑が行われ、討論・採決の後、決算関連議案4件はすべて認定または認定及び原案可決となりました。なお、決算特別委員会では今回の審査を踏まえ、来年度予算の編成に向けた提言書を取りまとめ、市長に提出しています。
本会議とはまた違った独特の緊張感が伝わってきますね。続いては今ご覧いただきました決算特別委員会の政府委員長に審査を終えてのご感想などを伺ってみたいと思います。武田委員長、稲川副委員長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。9月定例会での決算審査、お疲れ様でした。市政全般広範囲にわたる審査、大変だったかと思いますが、改めまして令和元年度決算の特徴と審査の概要について教えていただけますか。はい、令和元年度一般会計決算はさいたま市誕生以来過去最大の規模となり、一方で実質収支は17億円を超え、連続黒字となりました。支出に注目すると、中小企業資金融資にかかる経費や幼児教育、保育の無償化及び施設の増加に伴う経費などが前年と比較して大きく増えています。審査にあたっては、市民の皆さんが納めた税金がどのように使われているか、行政サービスが本当に市民の皆さんのために行われているかなどといった観点から詳細な審査を行いました。連日長時間にわたる審査、本当にお疲れ様でした。続いて稲川副委員長、委員会ではさまざまな質疑が行われていましたが、質疑を行う上でのポイントなどがあれば教えてください。はい、私自身一員としてひまわり特別支援学校の児童の入学状況や暮らしの道路整備の取り組みなどについて質疑を行いました。決算審査は単に金額の部分だけ確認すればよいというものではありません。実際に現場に足を運んだり、地域の皆様の意見を伺ったり、関係法律を調べたりと入念な準備をして臨むことで、効率的効果的な審査につながると思っております。なるほど、審査をする側も事前の調査研究が大切なんですね。では最後に審査を終えられてのご感想、武田委員長からお願いいたします。はい、決算特別委員会では審査の過程で指摘した改善点や次年度予算編成への要望などを提言書としてまとめ、市長へ提出いたしました。特に今は新型コロナウイルスにより市民生活にさまざまな影響が出ていますし、近年は自然災害も大変多くなっています。こうした課題と向き合うとともに、さいたま市のより良い未来のため、この提言書に込めた思いをしっかりと受け止めていただきたいと思います。稲川副委員長はいかがですか。はい、各事業が市民福祉のさらなる向上につながるよう、市職員の皆さんには今回の決算審査を踏まえた事業の検証を行っていただき、それを次年度の予算編成に活かしてほしいと思います。私たちも地域の皆様の声をしっかりと反映できるよう取り組んでまいりたいと思っております。今回の決算審査が来年度の予算編成につながる、そしてさいたま市の未来につながっていく、そういった意味でもとても重要な委員会なんですね。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いて大宮アルディージャのホームスタジアム、ナックファイブスタジアム大宮にやってきました。ここは60年前、当時大宮公園サッカー場として、また日本初のサッカー専用のスタジアムとして開設されました。世界のスター選手たちもプレーしたことのある歴史あるスタジアムなんです。現在は改修を経てナックファイブスタジアム大宮として生まれ変わりました。今日はこちらで文教委員会の政府委員長にお話を伺います。土橋委員長、井原副委員長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。観客席を前に、こうして広いピッチの目の前に立つと選手になったような気分で、なんだかワクワクしますね。はい、毎試合白熱した試合が展開され、さいたま市がサッカーの街として認知をされている重要な場所でもあります。残念ながら今シーズンは新型コロナウイルスの影響で観客数が限定をされている状況でありますので、一刻も早く本来の姿に戻ることを心から願っております。また本市は浦和レッズのホームタウンにもなっておりますので、引き続き大きな希望や夢を市民の皆様に与えていただくとともに、
地域を盛り上げていってほしいと思います。そうですね。ところで文教委員会では普段どのようなことを話し合っているんでしょうか。はい、文教委員会ではスポーツ文化局と教育委員会を所管しており、本市におけるスポーツや文化の振興、学校教育や社会教育に関する課題を話し合っております。先ほども申し上げましたが、今期はコロナウイルスの影響で社会全体に大きな変化が出ており、特に子どもたちにとっては長期にわたる臨時休校や夏休みの短縮、合わせて学校行事に関しても大きな変更がされております。授業時間の確保はもちろん、子どもたちの心身のケアにも十分に配慮をしながら、これからも委員会として課題解決のために議論を重ねていきたいと考えております。今年はコロナウイルスの影響が本当に各方面で現れてますよね。一刻も早く落ち着いてくれることを願っています。では続いて伊原副委員長、委員会では今年度スポーツビジネスについてを調査研究テーマにされていると伺っていますが、具体的にはどのようなことを議論していくんでしょうか。はい、スポーツという市場は大きな可能性を秘めていますし、埼玉市は2つの J リーグチームとサッカースタジアムを有するなど、もともとサッカーを中心にスポーツは注目されています。しかし市としてはビッグイベントに対しては税金を投入していますが、拠点整備や特色あるビジネスの誘致などに投資ができていないことが課題です。この調査研究テーマにおいて、埼玉市の資源をどう有効活用するか、また他市の事例も参考に、スポーツというテーマをもとに民間のビジネスチャンスの創造につなげ、そしてスポーツを核とした町の発展に寄与するような施策を提案できればと考えています。ありがとうございます。では最後に井戸橋委員長、文教委員長として市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、伊原副委員長からもお話がございましたが、本市はスポーツの町としてのポテンシャルにおいて全国的に見ても大きな可能性を秘めていると考えております。スポーツとは生涯にわたり必要なものであり、市民の皆様にとってさらに有意義なものになるように、ハードソフトのより一層の充実のために取り組んでいきたいと考えております。そして子どもたちの教育環境の変化にも適切に対応するべく、文教委員会一丸となって議論を進めていきたいと思います。伊原副委員長、よろしくお願いします。はい、私自身もさまざまなスポーツに取り組んでおります。形だけのスポーツの街ではなく、埼玉市の内外ともに認知されるようなスポーツの街の確立を目指して、土橋委員長とともに委員会内で積極的な議論を交わせるよう運営に努めてまいります。今後も文教委員会の活動に注目していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は決算特別委員会文教委員会の政府委員長からさまざまなお話を伺うことができました。今後も番組を通じて埼玉市議会の活動について分かりやすくお伝えしてまいります。さて、朝晩冷え込む季節になってまいりました。どうぞ体調など崩されませんようお気をつけてお過ごしください。それではまた次回元気にお会いしましょう。